クラウディア・オクタウィアは、ローマ皇帝クラウディウスと三番目の妻メッサリナの、娘でブリタンニクスの姉。ネロの義理の妹であり、最初の妻にあたる。通常を単に、オクタウィアと呼ばれる。当初はクラウディウスによって、ショウユリアの孫にあたるルキウス・シラヌスと婚約していた。しかしメッサリナの死後、クラウディウスが、ショウアグリッピナとの関係を深めると、婚約者シラヌスとその妹との間に、 近親相関の権威がかけられ、婚約は破棄された。自らの子、ネロを定位につけるべく、ネロとオクタウィアの結婚をアグリッピナが望んだためと言われている。49年にクラウディウスとアグリッピナが結婚すると、同じ年にオクタウィアもネロと婚約した。その後、50年2月25日にネロは、クラウディウスと養子縁組を行い、皇帝の5歳の連れ子から、 皇帝の養子へとその立場を変える。53年に12歳で、ネロと正式に結婚し、同日に元婚約者シラヌスは自殺する。54年に、父クラウディウスが死ぬと、夫ネロが皇帝となる。翌55年には弟、ブリタンニクスが、ネロにより、晩餐の最中に暗殺されている。ネロはジョドレであるアクテを、実質上側室とするなど、 性的に高尚な傾向を示していたが、オクタウィアは、低粛な妻として、夫に尽くしていたと言われる。その後、ネロが、友人、オトの妻であった、ポッパエア・サビナに心を惹かれるようになると、58年に、オトは、ルシタニア総督を命じられ、ローマから引き離された。ネロは、ポッパエアとの結婚を望んだが、ネロの母アグリッピナは、野心の強い女との結婚には、 反対し、高貴な血を引くオクタウィアとの離婚を許さなかった。しかし59年、アグリッピナがネロによって殺害される。さらに、離婚に反対していたプラエフェクトスプラエトリオのブルスが62年に死去、セヌカが同じ年に失脚すると、オクタウィアは不妊を理由に離婚された。さらにネロは、アニケティアというものとオクタウィアが、不倫関係にあったとでっち上げた上で、 オクタウィアを貫通剤によって、ティレニア海のこ島パンダテリア島に遊兵した。6月9日、オクタウィアは、縄で縛り上げられ、手足の血管を切り開かれて自殺させられた。また、ポッパエアへ見せるために、オクタウィアの首は切断され、ローマへ運ばれた。オクタウィアは、ローマ市民から愛されたが、夫からはあまり愛されなかったと言われている。なお、オクタィアの死から6年後の同日に、 ネロも自殺した。彼女を題材にセネカ作と言われる悲劇、オクタウヤが作られた。ありがとうございます。